こんにちは、マナブです。今回は働かずに生きていく方法、こういったテーマでお話をしていきます。で、先日僕はこういったツイートをしました。で、読み上げていくと、昔の僕は働かずに生きていきたいと思い考えました。結果として4000万円あれば可能と判断。で、そしてフリーランスエンジニアをしていた僕はその金額を目標にしました。年収1000万とかってエンジニアなら達成しやすい。それを5年ほど続けたらリタイア、ここを目指して達成したっていう、まあこういったツイートですね。で、今回これをちょっと深掘りして解説していこうと思います。で、もう早速本題に入る前にちょっと一瞬だけ余談を挟むんですけど、それ何かっていうと、先日まあその見てくださっている方からコメントが来たんですね。で、そのコメントどんな感じだったかっていうと、動画が始まる前に、なんか今回の動画で学べることみたいな、今回の動画の要点まとめみたいな、まあそういうのが事前にこうパッて見せてもらえたら、ちょっとなんかより理解しやすいかもですみたいな、まあそういったコメントが来ていて、で、僕それ見た時に、あ、確かにこれいいなと思ったので、まあ今回の動画からちょっと取り入れていこうと思います。というわけで、今回の動画の、内容の一覧ですね。こんな感じです。で、まず一つ目っていうのが、働かずに生きていくために、必要な資産。この話をしていきます。で、続いてが、なるはやで4000万円を貯める方法。で、三つ目が、年間120万円で生きていく方法。この順番で解説をしていきます。というわけで、早速本題ですね。じゃあ、働かずに生きる方法。これ、ツイートでも書いた通りなんですけど、まず、4000万円っていうのを貯めて、それを、資産運用していく。これで、働かずに生きていけると思います。で、なんでかっていうと、資産運用とか分かってる方だったらすぐ思いつくと思うんですけど、4000万円っていうお金があると、年間だいたい、まあ、120万円ぐらいのその金融収入、まあ、いわゆる、まあ、不労所得みたいなものですね。で、年間120万円が、こう、まあ、毎月っていうか、こう、自動的に入ってくる。ってことは、毎月10万円じゃないですか。で、毎月10万円がこう、不労所得で入ってきたら、まあ別に働かないでも生きていけるじゃないですか。まあなので、昔の僕ってのは、ここを目指していたわけですね。で、今回の動画では、この資産運用の方法については深く、深掘りするつもりはありません。なんでかっていうと、過去の動画で解説をしているからです。で、どういった動画かっていうと、それが、こちらなんですけど、大学生向け投資の始め方の、動画ですね。で、この動画は何を解説しているかっていうと、まあ端的に言うと、インデックス投資と、あと年利 3% ぐらいっていう、まあこういう話なんですけど、まあこれは本当投資の基礎の部分なんですね。まあ、なので、まあこれは本当全日本人、全国民が知っておくべきことだと思うので、まあもしまだ見てない方いたら、概要欄に貼っておきましたので、ぜひご覧ください。まあこういった感じで、まあ基本的に4000万くらいあれば、まあ働かずに行けますよって話なんですけど、まあここまで聞いた方っていうのは多分2つぐらい疑問が出ると思います。で、まず1つ目の疑問っていうのが、いやそもそも4000万とか稼げなくねみたいな、無理ゲーでしょみたいな。まあこれ1つ目。で、2つ目っていうのが、いや120万円だとちょっと生活できなくないですかみたいな。まあなんかそもそもなんかちょっと無理ありますよねみたいな、まあこのあたり出てくると思うので、まあ動画の後半ではここをちょっと深掘りしていきます。じゃあまず一つ目、4000万円貯める方法ですね。まあここが多分一番最難関というか難しい場所だと思うんですけど、まあこれ結論としてポイントは3つあると思っていまして、これ何かっていうと、まず一つ目利益率で、二つ目がフリーランスで、三つ目がストック収入ですね。この3つっていうのはすごい重要で、でこの3つっていうのを全てこう掛け合わせて生きていくんですね。現時点の僕っていうのはまあこれ全て掛け合わせてきていて、それでまあ現在収入上がったりもしているんですけど、まあその点について今回話していこうと思います。で、まず一つ目利益率ですね。で、これ言うまでもなくて、皆さんこうパッて聞かれた時に利益率の高い業界ってすぐわかりますかね。で、基本的にこれもう覚えといた方がいいと思うんですけど、金融系とか、あと IT、あとは不動産ですね。このあたりっていうのが収入を上げやすい、もしくは稼ぎやすい業界です。まあだからこのあたりから選ぶしかまあ正直なかったりするんですね。で、さらに言うと金融業界っていうのは基本的に何て言うんですか、エリートじゃないと入れなかったりするんですね。で、僕自身も、新卒の時に、ドイツ銀行みたいな、まあ、ちょっとネタとして受けてみたんですよ。で、まあ、どうせ落ちるなと思ったんですけど、まあ、案の定もちろん落ちたんですけど、まあ、ただ、ドイツ銀行とかって、まあ、そういうすごいなんか外資の金融みたいな、そういった場所を受けてる人誰いるかっていうと、僕一応そのドイツ銀行を受けに行った時に、周りになんか、そう、グループワークみたいなのやったんですよ。で、その時に僕一応法政大学だったんですけど、周りも全員東大みたいな。で、それで、自己紹介で、なんか法政大学の番内学ぶと言いますみたいに言うんですけど、まあ法政って言った瞬間に自分のなんか、権威性ゼロみたいな。その瞬間からも結構帰りたかったんですけど、まあそんな感じなので、まあ金融っていうのは、まあエリートじゃないと結構その、まあ難しかったりすると思います、正直。まあそうなってくると残るが、IT 不動産じゃないですか。で、じゃあ IT 不動産どっちがいいかなって感じで考えた時に、まあすごい雑な分け方としては、まあネクラだったらまあ多分 IT で、まあパリピだったら不動産みたいな。ということはまあ僕の動画見てる方っていうのは多分ネクラ中心なので、まあ多分 IT がいいんじゃないかなと思ってます。
ます。はい、続いてもう一回ポイント解説に戻っていくんですけど、二つ目っていうのが、フリーランスですね。で、フリーランスって基本的に収入上げやすいんですね。で、なんで上げやすいかっていうと、経営者の視点から考えてみると分かりやすいんですけど、フリーランスって解雇しやすいんですよ。まあ、要するにこう、首切りしやすいわけですね。まあ、だから、単発で結構稼ぎやすかったりする。で、それどういうことかっていうと、ちょっとこちらの具体例見てほしいんですけど、これが、正社員月30万円。ってことは、年間360万円ですか。で、一方でフリーランスの場合は、単発100万だったとしても年間100万円ですよね。まあ、これも当たり前すぎる話をしているんですけど、まあ、基本的に経営者はこういうことを考えているんですよ。だから、正社員を雇ってしまったら、もう年間、もしくはもうなんか3年とか4年とか、もうそれぐらいの単位で考えるわけじゃないですか。だから月収が例えばこう30万の給料だったとしても、まあそれもずっとこう積み上がっていくわけですよね。だから経営者としてはまあ正社員を雇うっていうのは実はまあ結構リスク高かったりする。その一方でフリーランスとかだったら、いやこれちょっとなんか若干高いなと思いつつも、まあどうせプロジェクト終わったらこの人解雇できるしみたいな。まあだったら少し払ってもいいかみたいな。まあそんな背景があるので、まあだからフリーランスエンジニアって結構稼ぎやすいんですね。だから僕自身もフリーランスエンジニアとして、最大で年間1800万まで、まあそこまで稼いでたんですけど、まあそれ稼いでた理由っていうのは、僕のスキルが高かったみたいな、まあそういうわけではなくて、そういったその稼ぎやすい領域で、かつその稼ぎやすい、働き方、まあその要するに IT の中のフリーランスエンジニア、まあここって稼ぎやすい領域なんですよ。まあだからその収入を上げれたっていう、まあこういった状況です。で、続いてお金を稼ぐ際のポイント3つ目、これもすごい重要なんですけど、これが、ストック収入です。で、これどういうことかっていうと、先ほど、僕はフリーランスの、ちょっと悪い点として、収入がこう単発っていう話をしたじゃないですか。で、多分世の中にフリーランスいっぱいいるんですけど、皆さん結構これ悩んでると思うんですよ。この月は稼いだけど、なんか来月はあんま稼い、その翌月稼げなかったみたいな、こう、収入がジグザグしちゃうんですね。で、僕自身もその昔すごいジグザグしていて、なんかある月はなんか70万稼いだみたいな。で、翌月なんか15万みたいな。まあ、普通になんかそういうこと結構あったんですよ。で、これやばいなと思って、その時に考えたのがストック収入だったんですね。で、ストック収入とかっていうと、まぁ、ちょっとなんか僕みたいな人が言うとなんかうさんくさく聞こえるかもしれないんですけど、すごい真面目な話で、まぁ、要するにその仕事をしていって、その案件っていうのをこう継続させていく。まぁ、これだけの話です。じゃあ僕の場合どうやっていたかっていうと、元々ウェブ制作で稼いでいたので、ウェブ制作をして、で、はい、納品しました、終わり。まあ、それで終わらせるんじゃなくて、プラスでその後も継続して受注したんですね。で、その方法いくつかあるんですけど、僕がメインでやっていたのは SEO のコンサルティング。まあ、だからそのサイトを納品して、その後にサイトのアクセス増やしたいってお客さん多いじゃないですか。まあ、大半皆さんそうやって言うので、まあ、そしたらじゃあ僕もそこをメンテナンスしますよみたいな。まあ、それ一つ目。で、あとはリスティング広告の運用っていうのもあるんですけど、サイトを作ったら、まあ、そこにお客さん呼び込みたいですよね。で、読み込むときに、SEO っていう方法もあるんですけど、その他にも、普通に広告を打つ。まあ、要するに、ウェブ広告の運用ですね。で、これっていうのも、リスティング広告って実は結構シンプルだったりして、で、リスティング広告とかっていうのは、こう、毎月広告費を払っていくんですね。で、その払った広告費のうちの、20% っていうのが僕の取り分になってくるんですよ。だから、一時期の僕っていうのは、企業から受注して、まあ、その企業は毎月50万ぐらい運用していたんですね。でその50万の運用っていうのを僕は全部やっていたので、手数料で毎月10万入ってくるみたいな。まあそんな感じのビジネス。これストック化していますよね。で、あと他にもストック化させる方法があって、まあこれ一番シンプルかもしれないんですけど、サーバーの運用保守とかですね。これまあプログラマー全体に言えると思うんですけど、何かサービスを作って納品して、それで終わるんじゃなくて、その後のメンテナンスもやりますよみたいな。そういうのを受注していく。まあこういったことをやることによって、フリーランスってその単発でしか稼げないっていうデメリットがあったんですけど、これを結構消していけるんですね。で、収入がストック化していくから、まあ、何よりもやっぱりその心の安定につながる。僕はこれすごいメリットだと感じました。で、今そのここまで3つのポイント話したじゃないですか。で、もう一回振り返っていくと、で、まず1つ目っていうのが利益率の話しましたよね。業界をちゃんと選びましょうって話。で、2つ目っていうのがフリーランスになった方が稼ぎやすいですよ。で、一番最後3つ目っていうのがストック収入にしていきましょう。で、この3つっていうのをしっかりこなしていくと、年収1000万ぐらいっていうのはかなりもう超射程圏内だと思います。まあ、なので最初ここ目指すのかなりありだと思います。で、この年収1000万っていうのを、例えば、まあ、4年間継続したら、4000万じゃないですか。まあ、ただ、そのまま全部、その、貯金できるわけじゃないので、まあ、例えば、5年、6年続けるみたいな、まあ、そういったイメージです。で、ここら辺で、まあ、ちょっと一旦、余談挟もうと思うんですけど、それ何かっていうと、僕、プログラミングの教材とかを出していて、で、そこの、生徒さんというか、僕の教材で勉強してくださった方がいるんですね。で、その方っていうのが、まあ、もう名前出してしまうと、福島さんという方なんですけど、まあ、先日僕、ちょっと、プログラミングのその教材を見ながら、
ながらその裏側にコミュニティがあるんですけど、そのコミュニティ内でまあその方にこうインタビューをしたんですね。で、その方っていうのは、まあこれすごい優秀な例なので、まあすごい特別だと思ってください。まあただ、プログラミング学習を始めて10ヶ月で、それでもう月収100万までいってるんですよ。で、じゃあどうやって稼いできたかっていうと、それが僕が今話した方法なんですね。その福島さんっていう方は、まあもともとそのなんか、なんだっけな、石油のエンジニアだっけな。まあ、なんか別の業界だけど、まあそういうなんか技術職をやっていて、まあだから多分プログラミングとか覚えが早かったんでしょうね。で、それでまあウェブ制作でまず稼ぐと。で、それで10万、20万稼げるようになったみたいな。で、まあそこで気づくわけですね。あ、これなんかそんな継続しないなとか、単発では稼げるけど、この先どうしたらいいだろうみたいな。で、そこに関して、まあなんか、ステーマみたいになっちゃうんですけど、僕の教材で一応そこも全部説明してるんですね。単発でこう終わってしまうと良くないので、まあその後も、継続させていきましょうみたいな。で、そのやり方として、例えばもう先ほど話した通りなんですけど、SEO とか、あと広告運用とか、あとはサーバーの保守管理みたいな、このあたりを取っていくと、収入はこうストック化していきますよみたいな。まあそれをこう綺麗に実行された方なんですね。で、そしたら、まあ僕も驚いたんですけど、まさかの10ヶ月で100万まで行っていて、まあ、ただ、まあこれは早すぎる例です。僕自身、結構しょぼしょぼのエンジニアだったので、月100万稼ぐまで多分どれくらいかな、4年ぐらいかな、4、5年はかかってると思います。まあだからそんな簡単にはいかないんですけど、まあただ例えばじゃあ4、5年ぐらいでいけたとするじゃないですか。まあ例えばじゃあ5年とか6年でもいいと思います。でもそれで1000万とか稼げるようになったら、その後にまたその稼げる状態でこう例えば5、6年突っ走っていけば、まあざっくりこの10年ぐらいで例えば4000万ぐらい稼げるみたいな、まあそういうことも目指せるわけじゃないですか。まあだからこのあたり結構目指していくのも結構ありなんじゃないかなと思います。僕自身そこを目指してすごい頑張ってきました。で、以上が4000万を稼ぐ方法ですね。で、ここから最後もう一個深掘りをしていって、年間120万円でそもそも生きれるのっていう話があると思うので、そこを話していきます。で、結論として、まあ、これって結構難しいというか、まあ、深く説明しても正直意味ないなと思っていて、例えばその人の価値観によるじゃないですか。で、言ってしまえば、例えばどっかの田舎とかに移住すれば、120万あれば普通に余裕で生きていけると思うんですよ。まあ、だから、余裕で生きていきますよって話なんですけど、まあ、ただ、まあ、そこを話してもしょうがないというか、そもそもじゃあ僕はなんで今回この動画を撮ったかっていうと、まあ、その、なんていうんですか、この動画の本当に伝えたかったことっていう話になってくるんですけど、それ何かっていうと、目標を定めて走りましょうっていうことなんですね。で、これどういうことかっていうと、昔の僕って、まあ、すごい、なんかひどい思考なんですけど、まあ働きたくないとか、もうずっと家ダラダラしてたいとか、あともともともゲーム廃人だったので、もうゲームだけで生きていきたいみたいな、まあそんな感じで思ってたんですよ。まあ、ただ思っていたけど、その当時は知識がなかったので、資産運用とかわかんなかったんですよ。わかんないから、なんか、ニートして生きていきたいけど、どうせ働かないといけないんだろうな、みたいな、そういうふうに思ってたわけですね。で、思っていたけど、途中でその勉強していくうちに、あ、4000万あればいけるんだ、みたいな、そういうの気づいたわけですよ。で、気づいた時っていうのが、当時確か月収60万、70万とか、それぐらいの時だったんですけど、で、そこで気づいたことによって、もう人生におけるその明確な目標ができたんですね。4000万を貯めるみたいな。まあ、正確には一番最初、まあ3000万でいいかなとか思ってたんですけど、3000万だったら、まあ年間90万。まあ、それでもう細々と生きていけばいいかな、みたいな、そういうふうに思っていたんですけど、そういった感じでその目標をちゃんとこの数字で決めていく、まあ、これを決めることによって結構そこに向けてこう頑張って走れると思うんですね。で、走っていくじゃないですか。で、走っていった結果、まあ、幸いなことで僕はもうこう達成できたわけですよ。で、達成した今は別にその4000万ってお金全然持っているんですけど、まあ、ただこの YouTube を見ていただいたら分かる通り、まあ、普通に働いてるじゃないですか。まあ、この YouTube が働いてるに入るかどうかわかんないですけど、一応僕の中ではまあこう、頑張ってこうなんかバナナとかで一緒に話してるので、まあこれ、働いてるうちかなと思うんですけど、まあ要するにその4000万達成したけど僕は働いていて、じゃあなんで働いてんのって言われるかもしれないんですけど、やっぱりその達成すると、全然思考が変わるんですよね。昔の思考と、その4000万達成後の思考って変わるし、あと4000万達成することによって、昔では見えていなかった景色めちゃくちゃ見えるんですね。例えばその景色ってどういうことかっていうと、あ、こういうふうにするとビジネスでもっと稼げるのかとか、あとはこういうふうに達成していくと身近な人間関係こんだけ変わっていくのかとか、まあ、すごい変わるんですね。やっぱそのまあ、この言い方が正しいかわかんないんですけど、収入が増えていったりすると、周りで会う人とかっていうのも、まあ、僕が思うに結構そのレベルだいぶ上がってくるんですよ。で、上がってくる人と会うと、やっぱりその相手からもいい影響を受けれるし、まあ、もっとこの人と話したいなとか、もっとこの人と近づきたいなというか、まあ、そういうなんか、まあ、いい出会いが増えたりするんですね。で、そのためにも、じゃあそこでその4000万で止まってしまったら、まあ、そこでもう終了なわけじゃないですか。それよりももっともっとこう、なんか、
まあ、頑張りすぎも良くないんですけど、ある程度こう上を目指していって、で、それでまた毎年こうちょっと違う景色見れたらいいな、みたいな。まあ、そんな感じで思考が変わった。まあ、だから今でも働いてます、みたいな。まあ、そんな感じの話で、今回終えようと思います。はい、というわけで、今回以上なんですけど、最近僕の動画のエンディングをいろいろ変えていって、で、今回何しようかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと思いつきで、まあ、じゃんけんでもしてみようかなと思っていて、まあ、サザエさん的なやつ。まあ、ただ、ただじゃんけんしても、なんかこんな、まあ今年で今30なんですけど、こんな30のなんかタイに住んでる謎のやつとじゃんけんしても何もないじゃないですか。まあ、だから、一応じゃんけんだけして、それで僕にその、もし勝った人がいたら、ぜひそれコメントしてほしくて、まあ嘘は書いてほしくないんですけど、そしたら僕そのコメントに対して全て返信をしていきます。まあなので今回ちょっとじゃんけんを試しにやってみます。というわけで、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、さよなら。